アメリカの難民移民、大谷を逮捕しろ、一平はスケープゴートだ。通訳なのに、どうして水原氏に大谷の銀行口座が与えられていたのか。会計士は何をしていたんだ。大谷が何ミリオンドルものお金が口座から消えたのを知らなかったとはとても信じられない。確かに大谷選手ほどのセレブならお抱えの会計士がついていて当然だろう。しかし一緒に球場まで行くような近い友人でもあった水原氏である、水原氏のことを完全に信頼しお金の管理も任せていたのだろうか。しかしまたそうとも言えない。前述したが、水原氏は ESPN のインタビューで大谷選手はお金について私を信用していないと言及している。賭博をしていたのは大谷選手で、水原氏がスケープゴートにされていると決めつけるような根も葉もないコメントも多々見られる。大谷を逮捕しろ、通訳はスケープゴートだ。大谷が 100% 賭博していたんだろう。通訳は代わりに罪をかぶっているんだ。最大のスキャンダルは賭博をしていたことではなく、大谷が保身のために一平を犠牲にしている可能性があるということよ。さらには大谷を逮捕しろという心ない声まである。ほんまアメリカ人は人の心がないわ。金に無関心な人はこんなもんや。ブランドイメージ大暴落でくさ。大谷がやってたら合法のメッツにでも移籍してるわ。人となりを知らない人間ならそういう感想を持ってもおかしくはない。良い人アピールするやつってろくなのいないよな。ろくなもんじゃないからアピールする必要があるんだろうけど、貧乏人のひがみは万国共通やね。そらそうなるやろ。名前隠したら政治家の秘書の身代わり出頭と全く同じやで。大谷が純粋な野球少年で金銭に無断利で友人が困ってたら後先考えず助けてしまう、そんな性格だから心の汚れた卑しいアメリカ人は疑うんやろな。アメリカって陰謀論の国だから、大谷とアメリカどっちを信じるか賢い難民移民ならわかるはず。ご視聴ありがとうございました。